皆さんこんにちは。引きこもりスアワーの時間です。本日は2022年7月4日月曜日でございます。気温は26度といったところでございましょうか。いや、なんだか台風が接近しているとか上陸するとかそういうようなことをちょっとニュースで聞きました。どうなっているんでしょうね。今のところそのせいで今日はなんか雨模様な気はします。もしかして直撃するのでございましょうか。あー、なんだかそういうのを考えると不安になるのですよ。どこか被害が出てしまわないようなことを本当に僕は祈ります、心より。はい、もうどこかに過ぎ去ってくださいって本当にお願いしますよ。そんな感じでございます。とはいえ台風シーズンになりますからね、こればっかりはどうしようもできませんよね。さすがの人間様のお力でもこういうものってどうにもならないのですか。それとも未来には何か気圧とかもコントロールしてうまいこと何かをこういろいろと回避できたりするようになるのでございましょうか。そうした不思議な最新情報をご存知でしたらどなたかお教えくださいませ。よろしくお願いいたします。僕は結構そういうなんか不思議情報実は大好物なのでございますよ。なんか月刊誌あったじゃないですか。月刊誌、この不思議なことがいっぱい載ってる月刊誌が、確かああいうのも大好きなのでございました。とのことでしてですね、じゃあ僕の昨日のお夕飯行ってみましょうかね。僕の昨日のお夕飯はなんだったっけかなーって思っちゃいましたけれども、あれでございます、クラッカーでございます。あー、危なかった。今一瞬思い出せませんでしたよ。クラッカーです、クラッカーです。はい、クラッカー食べました。クラッカーって言っても紐を引っ張ってパーンって鳴らすやつじゃございませんよ。そこはくれぐれも、そういうところをこうなんて言うんですか、足を引っ張るって言うんですか、いや足を引っ張るって言うんじゃないですよね、なんて言うんでしょうか、なんとかをどうとかっていうような言い方であるじゃないですか。はい、後ろ足を、後ろ髪を、後ろ、もう分かりません、分かりませんので、このことわざっぽいことは忘れましょう。はい、僕が言いたかったのはですね、ああ、上げ足を取るですよ。上げ足を取ってクラッカーって言ったじゃんというようなことを言われる方もいらっしゃるんじゃないかと思いまして、先手を打たせていただきました。そうですよ、クラッカーと言っても食べる方のクラッカーでございます。これもまた以前にお願いしましたが、ビスケットとクラッカーとサブレとクッキーとこれらの違いをなぜ教えてくださらないのですか。僕は待っておりますですから。はい、じゃないともう眠れない夜を過ごしてるんですよ。なんだろうな、クッキーとかサブレとかそしてビスケットとかって何がどう違うのかな。国によって作り方が違ったから名前が違ってるとかそういうこととかあるのかな、とかもうずっと延々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 に考え続けまして、
眠れてないのでございますよ。もうもう僕は倒れちゃいますよ。いいんですか、倒れちゃっても。僕のこの体調が崩れようものでしたら、この放送止まっちゃいますよ。いいんですか、止まっちゃっても。とのことでして、なるべく早めにビスケットとサブレとクッキーとクラッカーとのとかとかの、そういったものの違い、これがなぜ違うのか、よろしくお願いいたします。くれぐれもよろしくお願い申し上げます。はい、じゃあじゃあ、気になるお一言の方そろそろ行きましょうかね。ではでは拝見いたしますよ。じゃん、ペンネーム、サンピアさんよりいただきました。サンピアさん、お便りまたまたありがとね。めちゃめちゃめちゃいただきまして、嬉しさ爆発しておりますですから。はい、もうもう叫ぶのエネルギー使います。128カロリーは使いましたよ、今のここまでのこのトークのカロリー計算によって。はい、1カロリーが3あれでございます、3ワードでございます。はい、もうもうよくは分かりませんけれどもね。じゃあじゃあ、その気になるお一言をもう拝見しちゃいましょうか。それとももうちょっと雑談をお好みでございます。雑談を、とはいえ雑談というものは何かきっかけがないとなりませんので、やっぱりお一言を拝見してからの雑談に行きたいと思います。ではでは拝見しちゃいますよ。じゃん、あー、これはもうサンピアさんらしい、そうしたお一言でございますよ。はい、まさしくサンピアさんの王道を行くサンピアさん56でございます。過去にもしかしたら行ったことがあるんじゃないかなというぐらい、サンピアさんからはこういうお一言が出やすいと思うのでございました。まあまあ簡単にご説明しますね。簡単にご説明しますと、7月の僕といったことでございます。もうそのままですよ。それを英語にして、そして7月を英語にして、僕は僕で、はい、つなげてくださいませ。語尾に僕をつけてくださいませ。そうしましたら、その今日のお一言が完成でございます。それにしてもですよ、この7月っていうこの英語、なんでこういう言葉なんですか。なんでなんでですか、これ。なんでなんです、本当に。なんでこういうややこしい言い回しにするんです。日本なら1月は1月じゃないですか、2月は2月じゃないですか、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12、 はい、普通にそうですよね、普通に。なのに、なんで英語にするとややこしくするんです。 1 month 2 months 3 months、 まあまあマンスだと1ヶ月っていうことになっちゃいますからね、ワンマンスとか言っちゃいますと。そういう、じゃあじゃあマンスじゃなくて、じゃあハンスにしようよとかいう風にすればいいじゃないですか。はい、1ヶ月の場合はマンスだけれども、1月を表すときはハンスにしようよって言えば、ワンハンスが1月で、ツーハンス
スリーハンス、フォーハンスと、そういうようにやっていけば、ものすごい覚えやすくございませんか？どうですこれ？なんでわざわざ、こんなややこしい言い回しになっちゃったんですか？そこを教えくださいよ、そこ。僕は理由によっては、もうものすごい僕は訴えかけますよ、世の中に。なんでこんなに難しくしてくれるんだ、英語の式が覚えにくいじゃないかって声を大にして、もういろんなところで答弁させていただきますよ。本当にこれそうなんですよ。ですから僕を納得させるだけの理由をどうかよろしくお願いいたします。僕を納得させるだけの理由を、はい、そうなんですよ。何せ僕、ここだけのお話ですよ。ここだけの、本当にここだけのお話ですよ。正直言います、正直言いますと、聞こえました？聞こえました？正直じゃあもうちょっと大きい声で言いますよ。もうちょっと大きい声で、もうちょっと大きい声で言いますと、実は僕は英語で12ヶ月を言うことができません。申し訳がございません。もうものすごい恥ずかしい告白ですよ。僕は言うことのできないそうした生き物なのでございます。ですから僕は声を大にして言いたい、もう月っていうのはハンスにしましょうっていうふうにもう言いたいのですよ。ワンハンス、ワンハンス、ツーハンス、スリーハンス、なんとかみたいな感じで、もうとにかくもう楽に覚えさせてくださいよ。そう思いませんか、皆様、有権者の皆様、そこの有権者の皆様、どうですか、僕を僕に投票くださいましたら、あれですよ、英語の月が難しすぎるのでハンスで統一しようっていう風にさせていただきますよ。さあ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 、どうですかこれ、僕の掲げるこのなんて言うんですかね、なんて言うんでしょうね、掲げる何かにしちゃいましたよ。とにかくそういうわけでして、僕はわからないんです。特に本当に月とか、もうあとあれですよ、あれもわかりませんよ、曜日もよくわからなくなっちゃいますよ、曜日も。そういう感じなんです。本当に本当に恥ずかしいですが、ここで告白したものですから、皆様ちゃんとした僕のそうした疑問、これらに答えてくださいませんと、いけませんよ。ここまで恥ずかしめを受けたんですから、僕の今日の数々のご質問、どうかお答えくださいませ。数々のご質問よろしくお願い申し上げました。ではではですよ、ではでは行きますか。そろそろサンピアさんのお一言、もうお分かりになられましたよね。今日のは本当にものすごい簡単な、はい、ものでございます。ただ僕と同じく7月のことを英語でご存じない方には辛い今回ではございますけれどもね、それはでも僕のお仲間さんということでご安心くださいませ。お仲間ですよ、お仲間です。はい、ですので、なぜこういう風にややこしく
いうことになったのか、くれぐれもご理由、はい、待ってますからね、待ってますよ。答えによっては僕は立ち上がりますからね。はい、もう皆様のその熱い思いを受け止めて立ち上がりますよ。いよいよもっていろんなそのいろんな各界に、はい、とのことでして、なんとなく今日は強気に出た僕でした。ではでは本当に行きます。サンピアさんよりの一言、それではサンピアさんよりの一言どうぞ。ジュライリス。